乗運賃の中で乗客がゆっくり来るからって言ってあれか。ちょっと待って、それで鬼が出るって噂のある汽車のこと。全然あのな、うわぁ鬼が出るなんてありえない、怖すぎる。善逸、静かにするんだ。そんな噂話を大きな声で叫ぶんじゃない。ああ皆さん、こんにちは。ほら、一緒に汽車に乗る人たちがいるよ。無限列車に乗るんですよね。俺たちもなんです。俺は竈門炭治郎と言います。こっちは仲間の善逸と伊之助。汽車に乗れるなんてまるで夢のようです。夢のような旅になりますよ。さあ中に進んでください。さあ行きますよ。俺の名は赤座。俺は縁柱だ。みんなには手を出すな。大丈夫、俺たちが絶対に守ります。全集中、水の呼吸、一の型、皆を切れ。俺は弱い人間が大嫌いだ。炎の呼吸、二の肩、残り炎天。遅くなってすまない。いい攻撃だ。俺の名は赤座。俺は炎柱煉獄行次郎だ。